こんにちは。あ、違うね。やっぱりね。こんにちは。インコのためのボランティア、ハッピーインコです。今日はペットロスのその後についてお話しします。コメントいただいたんですよ。ちょっと長いですけど読みます。ちょっと先に自己紹介ね。自己紹介じゃなくて、もう一回、自己紹介。こんにちは。インコのためのボランティア、ハッピーインコです。今日はペットロスのその後についてお話しします。横にいるのは奥さんです、はい、ふわふわインコという鳥カフェの店長さんです、はい、なんか言いますか？いいですあのペットロスについて、見ていただいた方からコメントをいただきました。ちょっと長いですが読みますね。こんにちは、はじめまして。お話聞いてください。8月26日の病院の帰り道で小桜インコのピーちゃん2歳4ヶ月で天国に旅立ちました。腎不全と診断されました。先天性なのか後天性なのかわからないと。年齢的に先天性だったかもしれませんと言われました。本当に可愛い子でした。いろいろなことをして私を癒してくれました。回ってと言うとくるくるっと回ったり、輪投げをしたり、お金のおもちゃを貯金箱に入れたり、ボールを投げると取ってきてくれたり、お家に帰ってと言うとどこにいてもちゃんとお家に帰りました。放鳥時に眠たくなると手の中に入ってきてくれて寝てくれました。起きるまでは私が用がない限りなるべく動かずに1時間ぐらい手の中で寝かせてあげました。どこにいてもついてくるので踏む事故だけは気をつけていました。かくれんぼをして遊んで私が隠れても必ず見つけに来ました。見つけると誇らしげに見つけたよと言わんばかりに胸を張っていました。噛んだら痛いし、いろいろなものをかじって壊すし、それでも本当に可愛くて仕方ありませんでした。土に埋めることができなくて仮装してもらいました。悲しいです。涙が止まりません。ピーちゃんがご飯が食べられなくなった時は寝ずに徹夜で看病しました。1時間おきにお水、2時間3時間おきに様子を見て差し餌、ご飯が自分では全く食べれなかったので何もしなければこの子は死ぬなら無理にでもご飯を食べさせなければ、何が正しくて悪いのか分かりません。悪くなってから4日ほどの出来事です。病院やペットショップに問い合わせ、ネットで検索したりして自分にできることを探しました。自分にできることはしてあげたかった。悔いのないようにできる限りのことはしてあげたかった。お迎えした時から自分のことではなく、できるだけまずピーちゃんでした。鳥かごも手の届く位置に置いて、いつも顔の見える状況にしていました。それでも後悔しかありません。鳥専門で見てくれる病院が1軒しかなく、今日まで先生が不在でした。4日前にも病院に行きましたが、鳥専門でなかったので検査もなく、ほんしてとだけ言われました。やっと今日鳥専門の先生に見てもらえて、4日間頑張ってくれたのに、しんどかったね、つらかったね、頑張ってって言うから4日間も頑張ってくれたんだね。病院の帰りにピーちゃんは3回泣きました。もう泣く力もないのに、1回目はどうした、大丈夫と声をかけて、2回目はもうすぐお家だよって、3回目は体力がもうないのに力を振り絞って私の元に来ようとしたので、手にそっと乗せて抱っこしました。抱っこするともう泣くこともありませんでした。ふふふふと苦しそうでした。抱っこして欲しくて泣いて教えてくれたのでしょうか。もうダメだよって。手の中で眠ることが好きだったので抱っこしてって言った気がしてなりません。抱っこして欲しかったのでしょうか。手の中のピーちゃんはしばらくして眠るように天国へ行きました。辛いです。まだ2歳です。自分にできることはしてあげたかった。悔いのないようにできる限りのことはしてあげたかった。でも後悔しかありません。腎不全なら何かもっと前に症状があったのではないか。何か見落としてないだろうか。見落とさずに、いればもっと早く病気に連れて行けば助かったのではないだろうか。ちゃんと健康診断に連れて行けばよかった。今はまだ辛くて悲しくて寂しくてどうしたらよいか分かりません。本当2年しか一緒にいなくて、小さなくせに私に大きな幸せとたくさんの思い出を残してくれました。あなたのことは一生忘れません。ピーちゃん本当に幸せをありがとう。ピーちゃんが天国へ行って3週間経ちます。でもまだ悲しくて辛くてどうしたらよいか分かりません。泣いてばかりです。
次の子をお迎えすればと言われますが怖いです。飼い方がわからなくなりました。どうすればよいのでしょう、というコメントをいただきました。ペットロス、ハリー君のペットロスについて動画で流したので、それについてコメントをくれたんですね。どうですか？そうなんですよ、共感しかないんですよね。ただただ共感です。ただただ共感、本当にこの気持ちは分かりますって言うんです。この状況になったことある人はみんなもう共感です。で、元気になってほしいなと、このコメントをくれた方に元気になってほしいなと思います。共感なんですよね。で、僕が講演をしています。講演家です。なので、拙い言葉で何かお伝えするとすれば、無理やりこう絞り出してお伝えするとすれば、元気になってほしいなというのもあるんですね、もちろん。ピーちゃんは、幸せだったろうなと思います。手の中でね、寝てくれるとかね、お亡くなりになった時もね、手の中で、旅立っていったそうですね。実はね、なかなか飼い主さんの手のひらの中で亡くなっていくということはなかなかないんですよ。朝気づいたら楽鳥ということは結構多いですね。それでピーちゃんと素晴らしい時間を過ごしたんですが、このように考えることもできます。例えば偶然お迎えして、偶然うちに来て、偶然仲良くなって、偶然とても懐いて、良い時間を過ごして偶然なぜか死んでしまったっていう風に考えることもできるけど、私たちはそうは考えません。何かの巡り合わせでやってきてくれて、素晴らしい時間を過ごしてさせてくれて旅立っていったんです。この時間がずっと長く長く続いてほしいと思っていて、それが突然別れがやってきたから、人間は、人としてはとても寂しい気持ちになります。ずっと続けばそれはとても幸せだったから。でもそうはいかなくて、なぜか旅立ってしまいました。鳥さんにとってみると、実は時間のこととか人生のこととか、そういうことは考えていないのかもしれません。今最高に楽しい、今飼い主さんといて幸せだ、将来の老後のことが不安だから不安で不安でしょうがないっていう鳥さんいないんですよね。ヒナの時になんて不幸だったんだ私は、今は幸せっていうようなことも、ヒナの時の不幸なこととかも特に考えてないんですよね。今幸せだ、今最高に、今 100% 生きているっていうのが鳥さんだと思います。なので、将来もっとたくさんの時間を愛する飼い主さんのために一緒に過ごしたかったけど、なんで2年で私は死んでしまったんだ、あと10年も一緒に過ごせたのに、あと8年過ごしたかったのに、残念だ残念だとは思っていないと思います。この短い時間の2年間、精一杯一生懸命生きて、今だけを生きてですね、飼い主さんとの素晴らしい思い出を胸に旅立っていったんだと思います。しかし人間はとても賢い、共感できる生き物で、自分たちの人生や他の生き物の人生を考えることができるので、そのように想定して悲しんでしまうようなことがあるかもしれないんですが、鳥さん自身は最高の調整を生きてですね、鳥の人生を生きていったと思います。はい、それでそう、このことを考えるときに、最初ペットロスって克服するものかなとちらっと思ったりしたんですけど、ちょっと違いました。乗り越えるものかなと思ったけど、今になって思うとこれも少し違うなと思うんですよね。
どんなことだと思います？ペットロスについて、愛するペットが死んでしまうことについて。さっき話してたんですけど、ただただ受け入れるしかないなと思っています。あの悲しみに打ち勝ってっていうことではないんですよ。ずっと悲しいから、絶対悲しいです。ずっと悲しいですよ。やっぱり忘れてしまうということでもありません。一生忘れないからです。悲しみが少しずつ弱くなって耐えられるようになるというのも違います。ただただ受け入れるしかないんですよね。受け入れるしかないです。はい、その受け入れるときに一つだけ心の支えがあるんですよ。ピーちゃんはどう思っているかなです。今ピーちゃんはどう思ってるかなです。さっきのように前回の今一生懸命、今の時間を素晴らしく生きた鳥さんは、あと10年生きたかったという後悔の念はないでしょう。素晴らしい思いを胸に天国に旅立っていきました。このように言う人もいます。役割が終わって旅立っていったんだよという人もいます。そしてそのピーちゃんはその天国から飼い主さんを見てどう思っているかなです。飼い主さん、僕がいなくなって悲しんでるだろう。そうだろう、そうだろう。僕は死んでしまって、あなたは生きている。ずっと泣いて暮らして私のことを忘れないでね、と思っているかしら。多分違います。大好きな飼い主さんに、もう嬉しく楽しく素晴らしい人生を過ごしてもらいたいなって思ってるんですよ。絶対に思ってますよ。私は素晴らしいところにいます。天国に行きました。あ、天国に行ってるんですよ。天国というのがあるかわからないけど、天国的なところには行ってます。だって鳥さんって何の落ち度もないからです。全ての鳥さんそうですよ。何の落ち度もないから、亡くなった時にはいいところ悪いところ、天国地獄みたいなのがあるかもしれないけれども、知らないけど、地獄みたいな悪いところには行かないんです。絶対に落ち度がないから、はい、いいところにしか行かないですよ。でそこにいてですね、素晴らしいところにいて、そこで私たちを見ていてですね、あ、飼い主さんが悲しんでるな、もっと元気になってほしいな、私がいた時よりももっと幸せになってほしいな、そうしないと心配だなって思ってるかもしれません。だから私たち残された飼い主さんは必ず元気に幸せにならないとダメなんです。それがピーちゃんが喜ぶから、間違いないんですよ。で、私たち幸せにならないといけないなと思います。もう一つ違う考え方があります。全ては映し鏡ですよって言われます。映し鏡、自分の見ている世界は自分の映し鏡ですよって言われるんですね。そんなことないよっていう人もいるかもしれません。そんなことないよっていう人はそんなことないんです。はい、いいです。そのままでいいですよ。いいんです、何の問題もないです。でもそうだと、映し鏡だと思うならば、私たちがピーちゃんは幸せになってほしい、幸せになってほしい、幸せに違いないと思うのならば、自分たちも幸せにならないとダメです。ピーちゃんが僕たちを見てですね、ああ悲しみに暮れてる、かわいそうだな、辛そうだな、かわいそうだな、かわいそうだなと思うと、ピーちゃんも辛く悲しい気持ちになります。ピーちゃんが僕たちを見て幸せそうに生きてくれてる、元気に生きてくれてる、嬉しいなと思うと、ピーちゃんも幸せな気持ちになる。映し鏡なんですね。なので、しーちゃんに幸せになってほしいなと思ったら、生きてる私たちが幸せにならないといけないんですね。うん、それが一つ私たちが幸せになる時の根拠です。合わせ鏡だから、僕たちが幸せでいいよって思ったら、ピーちゃんも幸せになるし、私が悲しい気持ちになったら、ピーちゃんも悲しい気持ちになるからです。なので、私たちが幸せになろうというふうに決めないとダメなんです。それは忘れるわけでもなく、いや悲しみが、減ってしまうわけでもなく、乗り越えるわけでも克服するわけでもなく、ただ受け入れるしかないんですよね。受け入れるんです。私幸せだなって思ってると思いますので、幸せにならないとダメです。よく次のペットを飼えばって言われます。ペットについてちょっと話変わるんですけど、お伝えしたいんですが、動物は一生飼う動物と途中で、命をいただく動物があります。産業動物というものね、牛とか豚とか鶏とかで、一生飼うものは愛玩動物、伴侶動物として、家族として飼います。
で、自分たちが家族として飼うと決めた生き物についてはペットとか動物とか関係なく家族なんですね。はい、犬が亡くなったから寝込んじゃうとかやっぱありますよね。ペットロスになりますよね。でも知らない人から見るとペットが亡くなっただけでなんでそんな風になるんだよ、ペットはペットだろっていう人はいます。まあ仕方ない、それ飼ったことないから。でも家族として飼ってるだからそれ家族なんですよ、そう思って飼ってるから。で家族が亡くなったらショックを受けるんですよ。周りがどう言う方がショックは受けます。でそれは受け入れるしかないですね。そしてうーん、何かありますか？ないですか？ひなみさんも受け入れたんですよ、はい、あ、店長さんね、ハリー君が、ハリー君の亡くなったのを受け入れて、まだね悲しいことがたくさんあるんですよ。でペットを、次ペットを飼えばいいんじゃないまたって簡単に言われるとちょっと違うかなっていうふうに受け取ることがあります。相手は悪気はないんですけどね。飼うと前飼っていたピーちゃんのことを忘れて、もしくは悲しみが和らいで楽になるから飼うのかなっていうふうに感じてしまうかもしれませんが、ちょっと違います、はい、受け入れるだけですから、忘れることも克服することも悲しみが薄らぐということもありません。ただ新しく幸せな人生を過ごしていくために新しいパートナーをお迎えするというだけです。 B ちゃんの代わりにもっと幸せにしてあげようというのでも実はないんです、はい、その子はその子の人生で新しいパートナーをお迎えして素晴らしい人生を歩んでいくのはとても良いことだと思います。それを望んでいると思います。またもう一つのヒントもあります。例えばピーちゃんが役割が終えて旅立っていった、そんな役割が終えずにずっといてよって言ったとしても、多分役割が終えて飛び立っていくので、じゃあ何の役割、じゃあ次の役割は何なのって考えた時に、一つのヒントとしては実は NPO 法人翼で飼えなくなった鳥さんを保護してレスキューしているところがあります。日本で唯一だと思うんですけどね。その方たち、その鳥さんたちをお迎えして幸せにしてあげることができます。するとペットショップからお迎えするのももちろんいいです。もう幸せになりにくい鳥さんをあなたのような人がお迎えして、もっと幸せにしてあげよう、この鳥さんを幸せにしてあげようって一生懸命飼う、そしてそれを周りの人が見る、そうすると幸せになりにくい鳥さんも幸せになれるんだ、そういうことをするととても良いことなんだっていうのをみんなに伝えられるし、その姿を見るとピーちゃんはとても喜ぶのかもしれませんね。そのように新しい家族としてお迎えするさん、鳥さんをペットショップからお迎えするのではなく、レスキューされた鳥さんをお迎えするという方法もあります。ただその時には人一倍勉強しないといけません。問題行動がある場合があるからです。問題行動を改善して良いパートナーシップを築く、これは人が勉強しないとダメなんですね。勉強すれば必ず、時間はかかるけど必ず良いパートナーになりますので、そういう可能性もあります。まだ話していいですか？20分まだ話していいですか？はい、まだ話しますね。実は人が幸せになるために、マズローの要求段階みたいなのあるんですよ。アメリカの精神学者です。5つの段階に分かれているっていうんです。これ有名なお話です。1つ目は生理的欲求、食べたい、寝たい、性欲もそうなんですけどね。2つ目は安全の欲求、安全な場所に住みたい、洋服を着ていたい、ね、衣食住の食住、あ、住、衣食ですかね。あ、衣住か。はい、それから仲間と一緒にいたいっていうのが3段階目だそうです。まず食べなきゃ死ぬから、寝なきゃ死ぬから、生理的にその必ずそれを満たさないと幸せになれないっていう、その低いレベルの要求、これみんな叶えてます。そして洋服を着たい、家に住みたい、家賃を払って家に住もう、これ2段階目の要求。この辺ぐらいまではですね、仕事をしてお金を稼げばその要求が満たされて、ある程度の幸せを感じることができる低いレベルの要求だそうです。その上になると仲間、友達が欲しいなってなります。社会に
あの会社で仲間になるのもそうですもんね。この辺だとまだあの一般的に仕事をしていたりすると、学校に行っていたりすると満たされる要求で、そこそこの幸せを感じます。その上になると承認の欲求だそうです。認められたい、人に認められたい、人にすごいねって言われたい、自分はよくやったって言って自分のことを認めたい。実は人間の悩みとか辛さは、この承認の欲求が満たされないことによってなるそうなんですね。承認の欲求が満たされると幸せを感じるそうです。そこで お金を出してですね、ブランド品を買って身につけて、私すごいでしょ、私ってすごい、人からよく見られたいもいいですし、自分の能力をすごく高く認められて、給料が上がったりすると認められた気持ちになって幸せになったりします。で、さらにその上の段階、5つ目がですね、あるんですよね。自己実現っていうんですか。誰かのために、何かのために何かする。自分のため以外のものに何かをして、自分が自分らしく生きるということが、あの幸せにつながるんだそうです。でもピーちゃんのために一生懸命頑張ってこうやっていたので、ピーちゃんはとても幸せになって、それで自分も幸せを感じたっていうのはですね、実はそういうところにはあります。それでボランティアの活動も実はそこにあるんです。あの理屈ではなく、お金ではなく、誰かのために、何かのためにやっている、嬉しいな、それが自己実現になって、お金で物を買ったり、誰かに認められたり、自分のエゴを高めたりする以上に幸せを感じることができるっていうのがあります。なのでとても幸せにこれから暮らしていく中では、誰かのために、何かのためにやるっていうのを一つ加えると幸せになるのかな。 B ちゃんが見てても、あ、幸せそうだ、飼い主さん幸せそうだ、安心したなってなるのかもしれません。そういう意味で言うと、あ、レスキューした鳥さんをお迎えするっていうのは一つの選択肢かもしれませんね。うんうんうん。とても悲しいと思います。共感しかないんですよ。はい、講演会とかやって講演家としているので、なんとか言葉で伝えようと思って、無理やりこう出しました。つまらないことも言いました。ただやっぱりこれ共感しかないんですよね。うん、共感しかない。周りはね、共感してくれないかもしれないけど、してくれない人もいるかもしれないけど、世の中にはたくさん共感してくれる人がいますので、なんとか幸せになりましょう。それがピーちゃんも願っています。それでは、今日はこれで長くなりましたけど、さようなら。